2004年の全日本 GT 選手権は2004年4月3.4日に TI サーキット間で開幕し11月20.21日に鈴鹿サーキットで閉幕する全7戦と12月18.19日にカリフォルニアスピードウェイでのオールスター戦とのシリーズであるこの年をもって JGTC は終演を迎え2005年よりスーパー GT に移行した フェアレディ Z2006 年のホスでのザナビニスも、Z 日産自動車陣営は、日産、スカイライン GT-R の販売終了の関係から、この年より参戦車種を、フェアレディ Z に変更したが、ノーマルのスタイルではオーバーハングが短いことから、事実上のホモロゲーションモデルである、タイピを開発し投入。ただしエンジンは、2002年シーズン途中から GT-R に搭載されていた。 VQ30 デッドを継続使用している。NSX レーブリッグ、NSX ホンダ技研工業陣営は、NSX の自然吸気エンジンの開発が一定の技術的限界に達したとして、前年までの C32 バイト型エンジンから、新たに C30 アンペア型エンジンにターボを追加した新エンジンを投入した。スープラトヨタ自動車陣営は、前年同様スープラを、 継続使用。ただし、レギュレーションの関係から、3UGFE エンジンの排気量を5.2リットルから4.5リットルに引き下げている。フェラーリ550マラネロ一つ山レーシングが、これまでのマクラーレン F1GT-R に代わって、フェラーリ550マラネロを投入。FIAGT 選手権で走っているマシンそのもので、 ワークスカーに対抗するため、フロントタイヤの体型化とリアウィングの大型化の改造を施した。ランボルギーニムルシエラゴセパンでのアンプレックス、ムルシエラゴ R、GT やロックが、これまでのディアブロに代わって、ランボルギーニムルシエラゴ RG-1 を投入。第2戦から登場するが、参戦当初はトラブルに、苦しみ一旦ヨーロッパに送り返して新たに、作り直された。 そのため、第4戦では、旧型のディアブロが復帰した。また、アンプレックスモータースポーツが、ムルシエラゴ・ r GT を投入。第3戦と第4戦に、スポット参戦した、ビマック RR ・ RD408RR& ディスポーツが、ビマック・ RD408R を投入。前年投入した、 RD350R での経験をもとに、よりパワーのある無限 MF408S エンジンに変更。車体もそれに合わせて改良された。開発が遅れたため、最終戦のみの参戦となった。タイアイコール B、ブリジストン、Y、横浜、D、ダンロップ、M、ミシュラン、K、クムホ、H、ハンコック、ボーイフレンド、グッドリッチタイアイコール B、 ブリジストン、Y、横浜、D、ダンロップ、M、ミシュラン、K、クムホ、H、ハンコック、ボーイフレンド、グッドリッチ GT500。GT500、松田修士。オールスター戦は、海外で2戦、0 0開催2004年、JGTC の日程変更。モータースポーツ。 a l l a b o u t h t t p a l l a b o u t c o j p g r a m g c 1 9 2 3 0 7 2 0 1 6年5月8日閲覧レギュレーションで装着が義務付けられているリストリクター、K が、前年までは、エンジン排気量が3.5リットル以上、すべて同一サイズから、3.5リットル以上4.5リットルまで、 4.5リットル以上5.5リットルまで5.5リットル以上とより細分化された。植松忠夫、2004年度全日本 GT 選手権、体制発表。チーム植松レーシングサイト、株式会社植松。 h t t p w w w u e m a t s c o j p r a ス e n e w s b n 0 3 h t m l 2 0 1 6年5月8日閲覧ありがとうございます。